こんにちは。柏流一の今日のインテリエンスを始めさせていただきます。今日はですね、イラン・サウジアラビアの国交回復の真相、こういうテーマについて取り上げようと思います。まあね、一般的にね、今後の参議院国ということを考えてみると、今ね、どういうことが起こっているかっていうと、エネルギー革命が起こりつつあるんですよね。だからだんだんですね、あの核融合ですか、核融合がだんだん射程になりつつあるんだと。 もうだから日本でもね常温核融合が実用化されるっていうことはね以前に動画にしましたよねだから本当ね核融合がもうすでに現実のものとなりつつあるとそうしたらね石油は使われるんでしょうかねかエネルギー源としての石油っていうんですかそれに価値がなくなるっていう問題はそんなに遠いことではないと思うんですよまああと20年ぐらいですかあと20年ぐらいで産油国は力を失うとそういう方がいえるでしょう まあだからサウジにしてもイランにしてもね宗教,的に宗教的な面から考えてみればサウジはスンニ派の大国ですよね。でイランはシーア派ですよ。そういうイス,イスラム教の2つの基本的な宗派ですかそれが一つそれぞれの国を代表しているとこういうことになるわけですね。ですからあのそういう意味ではすごく大きなニュースなんですけどそう遠い目で考えてみるとまあもう大体力を失う国が今からやったってちょっと虚なしいなと。 そういうのはちょっと個人的な印象としてあります。まあね、この件に関してはね、もうロイターの記事が一番良かったですね。解説者がねえー、それはちょっとねえー。読みながらちょっと解説しようかなと思います。じゃあ行きますね。イランとサウジアラビアが電撃的に外交正常化を合意したことは、イランの核,核開発抑止につながる可能性やイエメンでの停戦を確固たるものにする。チャンスをもたらすという意味で、米国にとって関心をそそられる要素が多々あると。 で米国にとって、えー、しかし米国が長年にわたり影響力を行使してきた中東地域で中国が和平の仲介役員になったことに対し米政府当局者は不安をかきたて,てられているものもいるのも確かだとイランとサウジは北京で4日間にわたる非公開協議を経て10日に合意を発表したと、えー、米国安全保障会議 NSC、ね、のカービー戦略広報調整官は 同日米政府は合意に直接関与していないがサウジから報告を受けていたと明かした「米国と中国は通称から情報活動に至るさまざまな分野で厳しく激しく対立し両国から遠く離れた地域でも影響力を競う場合が増えている」とカービー氏は10日の合意における中国の関与を重要視しない態度を見せ イランはまたその代理勢力からの攻撃に対するウクライ、えー、っとサウジの効果的な抑止力を含,め、えー、含む、えー、内,内外の圧力が最終的にイランを交渉のテーブルにつかせたというのが米政府の見解だと述べたとまあアメリカがねちゃんと制裁してたからこうやって合意ができたんだよとそうなんか悔し紛れに言ってるわけですね。だが米政府高官でブルッキングス研究所のジェフリー・フェットマン・フェルトの話氏は 今回の合意で重要なのは6年ぶりの外交正常化よりも中国の役割だと,としてきたこの合意はバイデン政権に対するパンチとしてまた中国が対,抗対等している証拠として受け止められるだろうしそこの解釈が恐,恐らく正しいと述べたとだ中国がね仲介したっていうところが一番のミスなんだとこういうことですね でえー、2015年のイラン核合意に修復に向けた米国の取り組みは2年間にわたり進展せず、えー、イランは核開発を加速していると今回の合意はそうした情勢下でまとまったと、えー、核合意修復の取り組みはイラン当局による行為活動のへの暴力を伴う弾圧人権侵害を無理、えー、理由とする米国の対イラン制裁などで複雑化していると。 中東研究所のブライアン・カトリス氏は米国とイスラエルが今回の合意によりサウジのパートナーとし停滞するイランを核合意修復に向けた協議を復活させる新たな可能性を手に入れると分析サウジはイランの核開発計画を深く懸念しているとイランサウジの間の新たな協議が有意,有意義かつインパクトの持ったものになるにはイランの核開発計画に対する懸念に対処する必要があり そうでなければ上辺だけのものになると付け加えた。今回の合意は2014年に勃発したイエメン紛争により自作的な和平と和平和平の希望をもたらしている側面もあると。イエメン紛争はサウジとイランの大戦争との見方が一般的だ。ここなんですよ。だからあのイエメンでね紛争やってるんですよ。 そこで、ね、結局今回あの、のサウジと,、えー、っとなんですかイランが、ね、国交を回復したらこのイエメンの状況というのがだいぶ改善する見込みがあるかねとこれが僕は最大大きな点かな、まあ、確かに中国の関与というところもあるんですけど当事者の2か国間でこのイエメン内戦ですよねそれに対する解決が見られるかもしれないこれが多分僕は僕個人的には一番大きいんじゃないかなとそう思っています。 まあイラン内戦に関してはねイ、イエメンの内戦に関してはね、あとでちょっと取り上げますからね。イエメンでは昨年4月、国連の仲介で停戦が成立した。停戦合意は昨年10月に期限が切れたが、当事者間で延長の合意がないまま、停戦状態がほぼ維持されていると。オバマ政権下で米国の東アジア外国は。 欧米政権下で米国の東アジア外交をトップを務めたダニエル・ラッセル氏は中国が合意の中間になったことは米政府にとって重要な意味を持つだろうと述べたと中国が自らの動き当事者になって以来紛争で、えー、交渉の中間を手伝うのは異例だという確かにそうなんですよね。あまりこれまなかったですね歴史的にね例がね。 え、問題は、今後も似たようなことが起こってくるかどうかなと。中国の、中国が別の地域の紛争で仲介役を担う可能性に言及と。習近平国家主席がモスクワ訪問すると、ロシアとウクライナの間で中国が中介を、仲介を担う前触れになるんだろうかと質問を投げかけた。あの、あれですかね、今度は習近平が、えっと、モスクワに行って、で、また、あの、ウクライナにも行くみたいですね。だからそうなってきたら。 だからアメリカのメンツマルツ・グレアンとこういうことですよね。 イランに関しては今回,が今回の合意が米国にとってプラスになるかどうかはわからないとインターナショナル・クライシス・グループのシニアイランアナリストネイサン・ラファティ氏は分析すると難点は米政府と西側の同盟国がイランに対する圧力を強めているタイミングにあたったことだとイランはこれで効率を解消し中国の役割を踏まえて大国の援護を受けることができると考えることだろうと懸念を指摘したと。 中国をね助けを得られるとイランが思うようになるだろうとこういうことなんですよね。米政界では中国政府が今回の合意に関与した動機について既にいかがわしいとの見方が出ていると米下院外交委員会の委員長を務める共和党のマイケル・バック・オール下院議員は中国が受賞する平和の仲介者を否定責任ある利害関係者ではなく公正・公平な 仲介者として信頼できないと突き放した中国なんか信頼できるかいこういうことですねカービー氏は米国は中,国中東やその他地域での中国政府の行動を注意深く監視していると釈明中東アフリカ中南米における中国の影響力に我々が目をつぶっているわけではないと。中国が自分たちの利己的な利益のために世界の他の地域での影響力や足場を得ようとするのを確かに監視し続けている 監視だけしてても飽きませんよねだから何とか関与アメリカとかも、ね、うん、関与しなきゃいけないんですけどそれが遅れているとそういう現状があるわけですね。それでも中国政府の関与は中国のパワーと影響力の増大という受け止めに拍車をかけ米国の世界的な存在感の低下という見方を強めると国際戦略問題研究所のジョン・アルターマン氏は述べていると。 中,中東湾岸地域で圧倒的な軍事力を持つが中国が協力で間違いなく外交的な存在感を高めているというものだと指摘したあれなかか懐かしいな結局ですねあ,のあれなんですよねイエメン内戦というのはどういうもんだったかっていうとあのアラブの春ってありましたよねアラブの春以降あのイエメンの政権が倒れるんですよ。 倒れたとであのアブドラ、えー・ハーディ大統領派を中心とする勢力とそれを認めないあとフーシを大,大統領とするフーシ派、うん、これが、ね、対立するんですねそこにアラビア半島のアルカイダアルカイダ系列、ねえー、のアンサール・アルシャーリアっていうねこうう3つの組織が分裂するんですよねそれで相互に戦い合うとそういうことになってるわけですよ。 だからこ,れ、ね、このうちねだからあのハーディを支持してるのがサウジでこのいや、えー、なんだっけあのフ,ーー、ね、フーシャーを支持してたのがイランなわけですよね。イランはだからある程度ドローンを持ってるっていうのは、まあ、皆さんもご存知でしょうけどこのドローンをイランに持ち込んでそのドローンでサウジの、ね、石油施設を攻撃するとそういうこともありました。だからこれかなり進行だったんですよね でも、ね、そもそもイエメンを中心としてイエメンからサウジが軍事介入したという事実があるんですけどこれは、ね、うまくいかないなと僕は思ってたんですよ。それは、ね、前例があるからなんですよね。あのナッセ,セル大統領の時代は実は一体化してたんですよね。このあのあのエジプトと,エジプトとサウジとかがね。ア,アラブという大アラブ帝国を作ろうという構想があったんですよね。それで、えー イエメンにこう軍事侵攻したと、でもそれは見事に失敗するんですよ。それはなぜかというと、イエメンっていうのが山がちな地域でね、あの平地じゃないんですよね。そこにこうどんどん入っていくんですけど、まあ、山がちな地域だったらあのゲリラ戦とかね持ち込まれたら非常にやばいんですよ。で、サウジという国はそんな軍事力は 軍事力こそアメリカは最新鋭の武器をね使っていますけど一般の兵士がねそんなに優秀だというわけでは必ずしもないんで、まあ、傭兵的な色彩が強いわけですねですからなかなかね動くいかないと多分,多分今回そのあポシャルやろうなと思ってたんですが全くその通りになりましたねまあだからねすごいあれだったんですよね、あの膠、ー、着してたんですよね戦争がね最近はね低酸してたみたいですけど だからこうなんですか被害者がすごいんですね犠牲者がね2020年まで10万人以上亡くなってると2022年の段階で200万人が海外に脱出しているとだからウクライナって何百万人も出てるわけですからそうから考えたらやっぱウクライナがちょっと小さい場みたいなそんな感じですよねこういうい大きな危機だったとただ あの別に大きな国でロシアとか中国は関わりがないんでね全然世界中から忘れられてる紛争だったわけですよねまあそれがようやく今回解決しそうだとこれがやっぱり一番大きかったんじゃないかなとう思うんですよね。まあねあえてね敗者と勝者をちょっと挙げてみると敗者はどこかっていうとイスラエルでしょうねイスラエルはあの本当はねイスラエルとサウジも国家を回復したいと国交を作りたいそういう意欲は実はあるんですよね。 ま、その前に何、えー、ですか？あの、イランと国交を回復して、あのイランとね。えー、っと何ですか？イスラエルがドンパチ調合したら、あの一応僕は中立ですから、そういうスタンスを取りたいと。多分、それが一番の大きな動機だったんじゃないかなと思います。勝者はどこかって言うとイランでしょうね。外交的孤立を下げることができたで、やっぱりサウジでしょうね。さっきと言ったようにね。ね あともう一つはやっぱり中国でしょうねやっぱ中国の影響力が強くなったっていうのが対外的な意味としては大きいんじゃないかとだからやっぱりトランプの時代はねものすごくきれいにできたんですよあのいわゆるなんですかあのイラン包囲網がねそれがもうこのこの本当に寒風の甘気元気を整えめないほど完全に潰れてしまったそういう言い方ができるでしょ だからやっぱり今後ねやっぱり中東がね戦争になる可能性っていうのはぐっと高くなったんじゃないかなやっぱイスラエルと、ね、イランがなんか何らかの戦争,戦争に入るっていう可能性がすごくこれ高くなったんじゃないかとそういう側合に僕はちょっと懸念しています危ないですよね本当この,あのイエメン内乱ですよイエメン内戦ですよこれがやっぱりね一番あの,あの原因っていう、ね、対立の原因っていったらいいんですかそういうところがあったと思うんですよねただね歴史的にもこういうことできるんですよ あの1979年にイ,ランイラン革命が起きましたイラン革命は、ね、シーア派ですよねシーア派が僕たちこそ僕たちこそが純粋なイスラム教だよってことを言ったわけですよそうするとねあの、えー、うちが本山ですからと思ってたあのサウジアラビアねそれがすごくコンプレックスだ抱くようになるんですよねでやっぱりうちが本家やのに何かあんなこと言われたから腹立つなっていうことでだいたい原理主義的な方向にあの ワッハ,ワハですか？ーハーワハの原理主義,的な主義的な方向にどんどん傾斜していくとそういう相互作用みたいなのがあるんだすよねだからそれがねどん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 煮詰まっていったらどうなるかっていうとやっぱ9.11につながるとそういう経緯があるわけですよだから過激派のねえー、っとなんですか、あのー、戦争ごっこって言ったらおかしいですけどテロごっこですかテロごっこっていう側面が必ずあったんでやっぱ最後にね9.11やったのがサウジだったそういうことなんでしょうね。 それ以前にはねベイルートのね米,宿舎あの米軍宿舎爆撃事件みたいなこともありましたからその頃はあはイランが一番ね悪者だとされてたんですよね。まあ、その悪,者悪のね競争をしてたんですよサウジとイランがね。 まあ今のところだからあのサウジがね急転禁止を起こしたんでまあサウジの価値とこうなってるんですけどまあ嫌な勝負ですよねどちらが大きなテロを起こすかなんてねまあそういうニュアンスもあるんだっていうところはちょっと知っておかれるといいかと思います。そののの意味でで僕ねすか 陰謀と虐殺ねこれいっぺんにちょっと一読していただければあのいろいろあの地域この中東の地域の理解に関してはすごくつながると思います。やっぱりインテリジェンスヒストリーですかそれが分かってる上でねこういう地域の問題を考えてみるとねすごく分かりやすい,い、ね、今,今起きていることが理解しやすいなとそういう側面は必ずあると思います。でまあ、おおめしておきますってこといここで、まあ、今日はこのぐらい、ね よろしかったよいですね、ポチを。そしてチャンネル登録もお願いします。そしてあのあの <laughs> サンクスね、本当助かってます。ありがとうございます。じゃあ今日はこれで終了しますね。